MC は私ひらりさが務めます。第2回のゲストにお呼びしたのは SF 作家の柴田勝家さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、もうすでに威厳があって。そうですね、お名前のもう由来から聞きたいぐらいなんですけど。お話いいですか。はい、いきなり。いきなり。ではあの早速ですが、柴田勝家という筆名について解説させていただきたいと思うんですけど、はい、これは大学時代のあだ名でしてね、実は大学生時代からこの顔で生きてまして、まずこの顔で生きてまして、あの仲間内からあの冗談半分であの静ヶ岳の戦いの話題をしたときに、柴田勝家を知らないのかいって友人連中が怒ったことがあったんですね。そしたら、もうお前が柴田勝家を名乗ればいいじゃないか、そんな似てるんだからって。それもそうかと。普段使っていたあだ名をそのまんま早川書房の賞に送るときに筆名にしましてね、そしたら通ってしまいまして、今に至ると、今に至るというわけでございます。はい、そんな柴田さんはニルヤの島という作品で第2回早川 SF コンテストで大賞を受賞されまして、最近あの星雲賞の日本短編部門でも雲南省数族における VR 技術の使用例という作品であの受賞されていると伺って、本当にあの歴史小説家ではなくて SF 小説家としてご活躍されていると。びっくりな経歴なんですけどもね、いまだに柴田勝家の本を探してるっていうと、歴史の方をあのみんな本屋で見てくるっていう、わしの本はないっていう。そうですね、あのちょっと検索性が難しい、検索性に難ありの名前なんですけど、名前ありですけど、まあ、インパクトが非常にある作家さんということで、今回ゲストとなっております。あの柴田さんの本は、まあ、ニルヤの島をはじめ、あと人よの長い夢、であの短編集でアメリカンブッダが最新作だと思うんですけれども、あのどれもすごくあの驚いたのが、まあ、なんか語りと、うん、まあ、夢と虚構みたいなものが、まあ、現実と混ざり合ってこう、まあ、分からなくなっていって、でも最終的にはパズルのようにこう整理されるというか、そういうことだったんだみたいにあの読者も分かるような作りになっていて、そのまあこう SF としての、まああの量子力学のお話だったりとか、まあ、生体記憶みたいな概念と、まあ、民族学、あの文化人類学をご研究されていたということで、まあ、そちらのこう知識がすごい混ざり合って、本当に不思議な読後感になってるのが魅力だなと思うんですけれども。ありがとうございます。そうですね、わしは主に物語性っていうものに、まあ、常になんか意識を向けて書いてるものが多いですね。あのまあ、SF 以外の作品もね、あの最近いろんなレーベルでご活躍されてると思うんですけれども、ね、やっぱり SF というジャンルを、まあ、メインにされている魅力というか理由みたいなところっていうのは。そうですね、やはり今言ってもらえたこう虚構と現実の間の話っていうのを、これが一番書きたいものなんですけども、うんうん、それをやるときには SF の手法っていうのがすごく、まあ、マッチしたというか、もちろんファンタジーとかホラーとかいろんな書き方はあるんですけど、私の中ではもっと科学的な部分から混ぜた世界みたいなのを描きたかったんで、 SF が一番合ってましたね。なんかあのさっきご紹介した私雲南省数族における VR 技術の使用例が本当面白くて、その生まれた時からこう VR の機器をつけられていて、であの葬式で外すみたいな民族の、まああのお話ということになっているんですけども、よく本当こんなこと思いつくなというところで、しかもそれをなんか本当らしく書かれるのが本当になんかお上手だなと思いながら読んでました。まあ、これもあの唐突に思いついた話なんですけども、うん、あのある日急になんか面白そうだなって思って、もともとタイにあのカヤン族っていう首輪をずっとつけてる首長族って言われてるようなあの人たちがいるんですけども、それの話はもともと知っていて、それが VR のヘッドセットだったらどうだろうっていう形で書きましたね。なるほど、なんかこう説明いただくとこうすごい思考がこうはっきり流れが分かるんですけれども、あのお話から読むと本当にどこからこんなこと思いついてるんだろうと思わされるすごい作品ばかりなので、皆さんもぜひお読みいただければと思います。お願いします。そんな柴田さんが影響を受けた音楽について聞いていきたいと思うんですけれども、普段そもそも音楽っていうのは執筆中とかは聞かれるんですか？そうですね、執筆中に一番聞きますね。おので、あの基本的にはその
時書いている物語に即した音楽を流すというか聴くようにしてまして、うんうん、お話しいただいた雲南省数族の時とかは中国の伝統音楽みたいなのを聴いていたりしましたね。そうですね、今ストリーミングもあるんで民族音楽とかも調べやすいというか聴きやすい、うん、うすもうありがたいことに。でアーティストさんというよりはその土地土地にある音楽って感じですね、うんうん、でもその上で、まあ、アーティストさんでお好きな方もいらっしゃるということだったんですけど、アーティストさんでももうずっと好きって聴いている人も もちろんいまして、それがまあ、梶浦由紀さんの曲がまず挙げられますね、はい、梶浦由紀さんってすごくまあ、アニメとかね、そちらの方向に楽曲を提供されているイメージなんですけども、特にお好きな曲っていうのは。そうですね、やはり一番影響を受けたっていうところだとアニメーションのノワールですね、うんうん、提供していった時の楽曲、梶浦由紀さんの曲が一番衝撃だったというかさ、初めて聴いた梶浦由紀さんの曲はそれでした。ノワールって殺し屋の女2人の愛憎みたいな。そうです、本当に SF 作家としては月村良平さんの脚本で、はいはいはい、もうたくさん影響を受けているんですけども、うんうん、音楽の面でも影響は受けているなというのは。梶浦由紀さんは有名なパターンだとカラフィナのプロデュースなどもなさっているんですけども、はいはい、すごく物語性のあふれた曲を作る方でして、私自身もそういう物語性のある曲というのが大好きな部分があって、梶浦さんはもともとオペラとかがすごくお好きだったそうで、うんうん、そこに影響を受けたかでそういった音楽を作ると、うんうん、聞いたことがあります。それこそ柴田さんの作品って、死とか神とかの概念についてもすごくこう、うんうん、なんか分解されたりとか再構築されてるなっていうのがあったんですけど、その梶浦さんの曲っていうのもすごくなんかこう神とかなんか頂上的なものに捧げられてるような荘厳な印象あるな。そうですね、私はそういうあたりが多分小説としても描きたい部分でもあるのかなと思いますね。祈りを感じるような。そうですね、こう経験さとやはり美しさみたいなもので物語性でそこに至るっていうのを描きたい感じですかね。他はどういうようなアーティストさんがお好きなんですか。他ですとこれが実は陰陽座さんという、おお、またちょっと違う角度で、完全にもうロックテイストというかヘビーメタルの方の、これも理由がありまして、はい、もともと作家としてやっていくにあたって一番最初に憧れたというか影響を受けた本が京極夏彦さんの作品だったんですね。京極夏彦さんの作品っていうのは妖怪を、モチーフにして、はいはい、書いているのは百鬼夜行シリーズっていうのがあるんですけども、はい、これが好きなんですけども、そこから掘っていくとこれをモチーフにした曲を作っている人たちがいるぞっていう話を聞きまして、なんだなんだと、すると陰陽座さんっていう名前が上がってきて、その中に大岡の断りっていう、うんうん、これは京極夏彦さん の上楼雲の断りのなんというかイメージを継いだ楽曲なんですけども、それを初めて聴いたら、いやこれはすごいと、いやもうこんな詩的表現と音楽性で物語が作れるのかと。もともと妖怪が好きなんですけども、この陰陽座さんも陰陽師陰陽道とか妖怪の話、あと忍法帳を題材にした曲なんかがあって全部好きなものだったんで、いやこれはもう聴いていきましょうというのでハマった次第であります。中学時代にすごく百鬼夜行シリーズ読んでいて、うん、それぐらいの年頃とかですか。そうですね、まさしくもう一番影響を受ける時代ですね、うん、じゃあ陰陽座さんも結構長く聞かれてるて、そのぐらいの時からずっと聞いてましたね。すごいですね、なんか人格形成にものすごい影響がかなり影響ありますね、こういったすごい、その曲によって男性ボーカルと女性ボーカル、絡み合いとかも迫力ありましたし、陰陽師の特にその語りの部分がかなりすごかったですね。もうかっこいいでしょう、かっこいいなっていういやそうなんですよ、そういう語り合いとか掛け合いのある曲とかも出してらっしゃいまして、やっぱりそこも演劇調というか、うんうん、ミュージカルではないんですけども物語性のある音楽っていうのが一番好んだのかなとは思いますね。そうですね、物語性のある、バンドというと筋肉少女隊も好きだとか、はいはい、もう筋肉少女隊ももちろん好きなアーティストさんでございますね、うん、筋肉少女隊はどういう出会いだったんですか。そうですね、私は物心ついた時はちょうど休止されていた時代だったんですね、はいはい、筋肉少女隊さんの方はその後復活っ
ていう形で再結成、その間も、うん、もちろん大月健二さんは活動していらっしゃったんですけども、筋肉少女隊として復活しましたっていう時がありまして、その時にわしは初めて触れまして、うん、もちろん名前としてはずっと知っている存在ではあったんですけども、しっかり聞いたことはなかったんですね。でそれを機に聞いたら、これもやっぱり何度も言いますけど物語性があるというか、うん、すごいもう小説みたいなんですよね、音楽自体が、うん、まあ、一編の音楽の中で一つのストーリーが展開していくというか、そうですね、うん、なのでそれもやはり流れとしては当然好きになるしかないというか、うんうん、好きなもの全部って感じですねすごい一貫性が、なんかこうして聞くと結構それぞれにエッジが立ったアーティストなんだけど、うん、一貫性がすごく感じられるセレクトですね。そう言ってもらえるとありがたいですね、うん、あと挙げていただいたアーティストで平沢進さんという方も、はい、私、まあ、曲は聴いてるんですけれども、すごいやっぱり熱狂的なファンの方と、もう独自の確固たる世界観を作られているアーティストさんだなという印象なんですけど、こちらの出会いはどのような？そうですね、この平沢さんの音楽というのはやっぱりわしにとってはまあ、映画としての今佐藤監督の映画で、うんうんうん、ご一緒されてた時の音楽がやはり出会いの最初だったと思います、うんうん、やはりこれも物語性、全部物語性に帰着しちゃうんですけども、こう強い、まあ普通の感じで言えば悪の強い、はいはい、まあ音楽なんですけども、それがこうある意味混沌としたワードだったり曲調だったりを浴びていくと、なんというかそれが自然と染み込むというか、こう溜まっていく感じがするんですよね。なんかこううまく音楽を消化しないでおきたい気持ちがあるというか、こう内に溜め込んだまんまにしておきたいっていう気持ちが強くなる、それが平沢さんの音楽でもあり、うん、あと筋肉少女隊さんもそうですね、はいはいはい、そういうちょっと混沌としたものをたくさん浴びていたいという思いがありますね、うん、さっき執筆中は民族音楽を聞かれているということでしたし、これらの楽曲は結構その、まあ、思春期とかに影響を受けたということですけど、そうですね、最近聞くこともあるんですか？もちろん今でも聞いてますね。ちょうど去年、一昨年出た作品で一夜の長い夢という長編があるんですけども、はい、これはもう作中書いている時にも筋肉少女隊と平沢進さんの音楽を常にループしながら、もうループしながら書いてましたね。じゃあその作品に合わせてちょっとこう、そうですね、そういうのが、いびつな物語性のある曲を、そうですね、摂取しつつ、摂取しています。もう実話の話をしたいんですけども、アメリカンブッダという、はい、去年出してもらった短編集の中にロンドン幕の内って短編があるんですよね、はいはいはい、これ天使を探しに行く話なんですよ。永田熊楠さん、熊楠が孫文と天使を探しに行く話なんですけど、これ天使を呼ぶ機械の話なんですね。これは筋肉少女隊の機械をモチーフにしているわけなんですね。ぜひ皆さん機械検索して、ね、なかなかすぐ聴ける曲ではないかもしれないんですけども、アルバム等をご購入いただいて聴いていただけるとすごい、ご自身の作品の方の布教ではなくて音楽の方の布教をしているのが面白いなと、いい曲なんですちなみにコンサートとかライブとかに行かれる方なんですか？あまり実は行くことはないんですね、うん、でもコンサート自体は実は地下アイドルのライブとかには行くんですけども、っていうかアイドルマスターシリーズがお好きというふうにも聞いてまして、もちろんのことでございますけども、なんか今回そのちょっとセレクトいただいて親って思ったのが、アイドルマスターは今回語らなくても大丈夫、我慢したというか、我慢したアイドルマスターとの出会いはいつ頃？アイドルマスターの出会いもまさしくその全て同じ時期なんですけども、まあまあ2000年代中頃というか、うんうん、もちろんアイドルマスターが出た後なんですけども、2000年代後半ぐらいから音楽を聴き、うん、アイドルマスターという存在がありという、まあ当時はニコニコ動画でよくよくアイドルマスターを取り上げる動画などもありましたんで、そこから入って、いやいいないいな、こういう曲もいいなと、これはどっちかというと今挙げていたやつとは違う方向のわし自身の信仰に近いんですけども、信仰に物語性とはまた別の、ね、
もう、もちろん物語性も強い、メッセージ性もあるんですけども、どちらかといえばわし自身の物語というか、もうもはやアイドルマスターという存在はわしの中にある物語といっても過言ではないですね。なるほど。曲で言うとどういうものがお好き？曲はこれは難しい。一番好きなシリーズという意味だとアイドルマスターのシンデレラガールズが、まあ、一番好きなわけでして、はい、それの代表曲であるお願いシンデレラという曲がありまして、これはね、もちろんアニメ PV っていうものが一回作られた時代があったんですね。2013年ぐらいか、はい、そのあたり本放映のアニメ前に作られた PV でお願いシンデレラがここまさにこう新宿の街頭ビジョンで流れた時ですね。これをですね、わしはまあツイッターかなんかでパッと見たんですけどね、いや涙が止まらなくなるというこんな曲の使われ方があろうかと、というような、ね、もちろんライブにもアイドルマスターの方はちょくちょく行ってますんで。なるほど。いや、進行というふうに今おっしゃいましたけど、まあ、基本的に活動としては、まあ、こうアニメを見たりとか、まあ、現場に行かれたりとか、ね、まあ、祈られてるんですか？なんかもう常に祈りを捧げている。何を祈っているんですか？なんでしょう、もう世界というか、なんというか、もうこの今ある空間が続きますように祈りの場ですよね。なるほど。まあ、そして続くためにこそ、まあ、そお金を落としたり現場に通われたり、まさしくそうですね。これは民族学でいうと祭りというのはまさしくそういうなんか豊穣の祭りもそうですけどね、来年もまた豊作でありますようにという願いを込めるのと同じ、また来年もこの現場で会いたいなという思いを込めてサイリウムに行っております。そうすると結果的にはやっぱり柴田さんの作品のスピリッツにつながっている。もう全てでございますね。いや、ありがとうございます。はい、今回は SF 作家の柴田勝家さんにお話を聞いておりますが、すごく本当に音楽と共存しながら物語を生み出されているんだなというふうに感じました。最新のお仕事としてはアメリカンブッダが、そう、本としては最新ですかね。短著としては去年出たアメリカンブッダという短編集が最新になりますね。あとあれですよね、ジャンプの J ブックスでも結構短編を書かれてウェブ上で、掲載しているやつだと白野のリングというのを最近公開しまして、これはもう学生プロレスの話で、もうカラッと読める、サクッと読める、明るく読めるというね、ギャグ小説でありますので、ぜひパパッと見ていただければなと思いますので。あとこれもすごい、2021年6月号の SF マガジンが異常論文特集というもので、そうです、こちらにも寄稿されて、こっちは火星環境下における宗教性現中の適応と分布というタイトルで異常論文を書いておりまして、これはサクッと読めない、カラッと読めない、明るく読めないで有名でございますので、ぜひともこちらの方も合わせてお読みいただければと思います。すごい、異常論文特集すごく面白かったのが、小川聡さんという作家さんが SF 作家の倒し方という文章を掲載してまして、こちらで裏 SF 作家ということで柴田勝家さんが紹介されて倒し方が掲載されているという。これは相当な倒し方ですよ。これはもう今わしが口で言うとわしが狙われるんで秘密にしておきますけどもこれ読んだ人はわしを狙いますよ。わしだけじゃありませんよ、名だたる SF 作家たちを狙うためにこれを読んだ方がいい。なんかすごい、これを読むと本当 SF 作家ワールドで柴田さんがいかに愛されているかということも本当伝わってくるの で、ご興味ある方は、興味ある方はいい作品ですよ。倒し方の3割ぐらい物理ですけどすごい、いろいろ本当にね、柴田勝家さんの作品も含めて本当にいろいろな楽しみ方が今日は教えていただけたなと思うんですけど、柴田さんはお話ししてみていかがでしたか？いや、なんか改めて音楽の話っていうのはしたことがなかったんでちょっと照れるというかでも嬉しさがありますね。こうなかなか普段言えないことも言えてよかったなと。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。これからもそのアイマスへの進行を大切に執筆活動にも励んでください。そうですね、やはりアイマスも、アイマス最高、うんということで、作家と音楽と映画第2回、ゲストは柴田勝家さんでした。